どうも D チャンネルです。今回はですねこちらを使って調理していきたいと思います。これは何かと言いますとじゃんと、豚の足豚足ですね。なんか静岡の方ではこういう豚足を使った料理のことをおもろっていうらしくって、そのおもろのレパートリーの中におもろカレーっていう、まさにこの豚足を使ったカレーがあるらしいんですよ。なのでこの豚足カレーにしたら美味しいのかどうかっていうので、おもろカレー早速作ってみたいと思います。もうすごい冷たいんでもう圧力鍋入れちゃいます。まずは豚足を下茹でしていきます。臭み消しでネギの青い部分を入れて、そして水を加えます。そんでひたひたになるぐらいまでかけたら蓋をして圧をかけていきます。今回はですねラーメンみたいに骨の髄まで出汁を取るってわけではないんで、そうですね、圧がかかったらこのまま10分ぐらいで火から下ろしたいと思います。はい、圧が抜けました。オープン。それじゃあネギを取り出しまして、まあ箸でこうつついてみた感じ、まだ豚足は柔らかくはなってないみたいですね。というわけでここで追加でカレーの具材として玉ねぎ、人参、あと冷蔵庫で余ってたタケノコ、これを加えます。そんでまた豚足がかぶるぐらい水をかけて、下味としてコンソメキューブも加えます。そんで再び加圧と。さあ再び加圧が完了しました。おー、ちょっと豚足の形状が変わってますね。あー、触ってみると結構ブルブルとした弾力です。じゃああとはですね、圧をかけずに火にかけてしばらく弱火で沸かして鍋の内にこもった臭みを取り除いていきます。そんで10分ほど経ったところで火を止めて、そしてここにカレールーを投入します。そんでこれをしっかりと溶かしていきます。そしてルーが溶けたら再び火にかけて好みのとろみになったら完成です。できました。こちら豚足を使いましたおもろカレーになります。いやー、やっぱ玉ねぎは跡形もなくなくなって、こう豚足も表面のところがただれちゃって、もうただただでっかい塊肉が乗っかってるみたいな感じですよね。この形状を見て果たして何人がこれ豚足だろうってわかるんだろうっていう。じゃあ早速食べてみたいと思います。まずはカレーのルーがどんな塩梅なのか、いただきます。これは濃厚だ、ものすごい濃厚。味付けとしてはコンソメキューブとカレールーしかやってないんですけど、この豚足からですねもったりとしたコクのある旨味、それが全体に行き渡ってますね。これはうまいカレールーだ。次は豚足をいただきたいと思うんですけども、ほら見てください、ほろほろに崩れます。見てください、限りなくブルブルです。上の白いところは骨だと思うんですけども、まあそれを外しながらいただきたいと思います。いただきます。うん、今食べたとこ実際問題ほとんど骨でした。でもこの骨の周りを覆っているこのゼラチン質の部分、まあ皮の部分ですけど、このブルブルっとした感じうまいっすね。なんかホルモン食ってるような感じなんですよ。でも味わいとしては肉そのもので、そんで口の中でとろけて豚の旨味とカレーのスパイシーさが非常に合います。そうですね、感覚的には牛すじのカレーに近いような気がしますね。いや、これは非常に美味しいです。ぜひとも皆さん作ってみてください。